ってことでオンジャス。なんか手違いで上に祭礼も立ててるけどこんにちは。モーションスタディ全開放したのでどうせならか。何をどうどうせなのかわかんねえ。とりあえずうちのパーティがめちゃめちゃ相性いいのは分かったとして、もうこれやるしかないよな。やるしかないと言われたら。燃えるソロでしょうよ。連続で同じキャラを選べんから間に小国を挟むけど。呼び方が70族じゃなくなってる。あらたくこの恨み覚えておきなさい。と、ワンコロ相手はもはや存在が縛りみたいなやつで変なギミックとかあんまりつけられないから。うちとしてはもうご褒美状態、回復過剰ドンとか頭悪そう。ってことで、レッツゴー侵食ワンコ。攻略順はフェーズ3、4、1、2の順だぞ。順番は小ココとノエルの交互。ポーションは適当に選んでいくぞ。立ち回りについては言うまでもないと思うけど、まずクラゲと西洋ナグ、これでまとめて処理していくだけ。体力が危なくなったら軍師様に交代して爆発。これを繰り返すだけだから垂れ流しタイムいくぞ。結局いつもの動画と変わらんじゃん。疲れました。深海のカゴ、ご安心を。西洋鍋よし。35秒。なかなかのハイスコア。打線で出せるといいんだがな。次、機械どもをおしばきするぞ。もちろんノエル短期でな。こんなことする変態お前ぐらいだろ。そもそもチャージ効率が絶望的っていう。真似する人はご参考に。いねえよ。まずはシールドをぶち当てる。これで果敢のストックをちょっとでも貯める。あとはもう考えずに戦場のお掃除タイム。新たき的には元素ダメージを与えるイットにも劣らない火力を見せていて。リアルに何入れてもいいってわけじゃないからな。新たき恨みすぎだろこいつ。ポーションのおかげで平成たぬき合戦ポンポコでっかいダメージ出せて楽しい。値の爆発ダメージの音を聞け。違う、これ爆発ダメージ特化やってみたいな。お前拡散型将軍やろうとか言いながら育ててなかった田中やりめっちゃ鍛えてたよな。そのうち初心者さん向けに清風ノエルも作ってみるぜ。風格に気を。よし43秒。ポイント7000超えたら優秀なスコア。次、細けえ奴ら。雷の王が厄介だから早めに処理してしまいたいところ。と言ってもどうせクラゲと西洋ナブだろ。落下攻撃ジェスジェス。いらんと思うけど解説。まずデカブツ、ちょっと遅れてきっこいの。特に両側に出てくると切ってこない奴は回復してくるので厄介。とする奴の後に出てくるから頭に入れておこうな。参考にならねえ動きすんじゃねえ。やつはここに爆発とバーンで処理。あとはもうお好きなように調理してください。いっぺんに出てこないから神里いないとちょっと4分は厳しい。動き最適化するとその火力でもいけるんだろうな。ここだ。くだらねえ。ここだ。ご助力を。深海のカゴ、それだ。63秒か。うむ、あと3秒。最後のフェーズ、使うのはもちろんノエル。ちょっと枠が寂しいからガイア入れるか。どういう理由だよ。あやって間違えて永遠手にしちゃった。この謎のこだわりなんだ。ウーム緊急回避で間違って使ってしまったが。天理チョーク。ガイアはリストラしました。かわいそうガイア。霊のように立ち回り、イワン怖いは大抵下がるから楽だやったけ。ファンドンでは嫌われてるっぽいけど。ここにいらんとか言ったやつざまあみろ。今はノエルが環境だ。それは年中のお前だけ。心配なのはチャージ効率だけ。粒子がない、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 粒子がない。爆発が回らんと弱いのじゃ。どっかのキャンプ使いさんみたいな編集しやがって。これで間に合う。岩の重さは安心できます。助けが必要な。よし、たまった。あたいの爆発ダメージの音を聞け。音響いてた。住宅街だから響いてたら困るんだけど。
それ破損としてシールド破裂で7万ダメ出てるって知ってる。さらにそれがゴローベネット抜きだからもっと強くなると。そのうちベネットもちゃんと育成するぜ。綺麗にしませんと。チャージがない、チャージがない、チャージがない、チャージ。デピュロスのエルが強いことをお分かりいただけただろうか。一般の人はノエル一人で行くことないんだってば。騎士の風格に気をつけます。ノエルソロだとこの程度か。岩共鳴入れると4分ギリギリまで詰めれるんだけど。そんな時間ないので。今日の動画は終わりです。ご視聴ありがとうなす。